はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。八代曽根康様、大塚駅の方様、大きい赤ピピ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。日本改革党代表付きタックン旭日付きさん、3月7日活動報告。 JR 蒲田駅にて日本改革党大田区支部長高杉康二氏の街頭演説を4時間実施しました。同じ妨害者が3度にわたり言いがかりをつけてきましたが、警戒中の公安さんと警察官3名が取り囲み、所持品検査、心情尋問の結果もうしませんとのことで事案終了。各支部長さんもお気をつけください。悶着あったみたいですね。蒲田駅での高杉支部長の、活動でね、まあ救助廃止、外国人生活も廃止なんて言ってるもんですから、敵も多いんですよね。私も参院選挙の時に2回絡まれましたんでね。高杉康二大田区支部長、これはちょっとした事件でした。私より圧倒的に早く、警察呼ぶぞ、弁護士呼ぶぞ、とタックンが対処したので、相手に隙ができ、その間に私服警察官が駆けつけました。何事もなく良かったです。しかし私たちが街頭活動をやめることはありませんと。パヨの行動様式、論より大声、嫌がらせ、そのまんますね。私も新宿で、パヨ2匹に絡まれました。若いやつだったんで、パヨというよりか外国人だと思います。パヨに怒鳴られてひるむような根性なしは日本改革党には一人もいません。ですんで、パヨの皆様は日本改革党の街頭活動を見ても妨害しても無駄です。すぐ警察呼んで言ってありますんでね。できたら録画して言ってありますんで。高市早苗経済安保大臣、記者会見、小西洋之文書について、作成者不明、作成日時不明、内容が不正確だ。私に辞職を迫るなら文書が正確である、証明しろ、正確って言ってましたけれども、まあ、本物である、真実である、内容がね、証明しろ、言って、おりました。まあ検察同様ですね、追及する側が証拠を集めなくちゃなんないのは当然のことですよね。なんとなく皆さんね、なんとなく警察に逮捕されちゃって無罪を証明しろはないでしょ。そんなのないっしょ。向こうが証拠を集めて、いよいよそれっつって逮捕するんだから、証拠ゼロでね、疑惑が深まったを何年もやってたのが森かけ桜ですよ。これで支持率落としたよなーっていうことが分かってる、玉木みんみん代表も乗っかってました。高市さんに厳重取扱注意と書かれ、本来外に出ることがない文書が小西議員の手に渡り国会で議論となり、後付けで総務省が行政文書と認めるって何なんだよと。国家セキュリティ上問題ではないか。小西議員が入手した経路も調べるべき。総務省はこれは行政文書ですって認めてはいるんですけれども、作成経緯と内容の正確さは確認できませんでしたって逃げてます。世耕参議もですね、外形的に行政文書だからといって真実かどうかは別問題、精査すべき、詳しく調べるべき、言っておりました。一般の意見です。玉金覚醒モード、容赦ない玉木。玉木完全に疑ってる。ガチ文書ならガチ文書でセキュリティ的に完全にアウト、取扱厳重注意だもんね。それが外に出てるっていうこと自体が問題である。玉木どうしちゃったの、逆に怖い。でも国民民主が同性婚、夫婦別姓、 LGBT に賛成しているから投票はできん。そもそも日本の行政文書の内容が事実と違うなんて言ったらそれこそおかしいだろ。元官僚だし一般人よりは詳しい。小西も元官僚なんだが、てんてんてん。玉木代表は元経産省官僚でしたっけ。小西は元総務省官僚だから、高市が困る文書作ってくれと言えるコネがある。まあ、先輩とか後輩とか知り合いよな。なんかうっすらと不利になってきてませんかね、小西洋之。こいつ元総務省の官僚だったんか。こんなに地頭悪くて官僚やってられんだ。それとも頭悪すぎてですね、
官僚務まんなくて政治家に転身したのかな、追い詰めたつもりが追い詰められてる小西、とうとうですね、文章を精査すんなって言い出しました。あははは。その内容の正確性や作成の経緯などを精査するなどとしているが、総務省最高幹部らが作成し共有していた一連の文書の正確性などを精査するのであれば、それは総務行政の否定に等しい。これ以上の国会審議の妨害は許されない。ちょっと何言ってるかわかんないですけど、まあ耳を貸すな。大したこと言ってないですかね。要するに、精査すんな。調べんなって言ってるみたいなんですけど、一般の意見です。いつ亡命すんの？精査するなってどういうこと？精査されたら困ることでもあるんか？捏造文書でも構わんと。なんでよ？普通調べんだろ。あら小西くん、真実が露呈するとご都合が悪いことでも、小西が逆に大手かけられてるけど調べますに対して余計なことすんなって言ってんですか？これが許されたら今後官僚は捏造し放題。で、誰からもらったの？よっぽど調べられるのは嫌なようで、作成者不明、作成日時不明、作られた経緯も不明で、内容はですね、安倍総理、高市総務大臣の電話を盗聴しなければ書けないようなことなんだが、普通調べるでしょ、そんなのね。総務省最高幹部が作成した文書を精査するのは、総務行政の否定に等しいとこ言ってるんですけど、総務省なんか、カビかなんかのように考えてんでしょうかね。紙を疑うことは許されない、みたいなね。紙は、厳重取扱注意っていう文書を外部に漏らさないよ。これがまかり通ればですね、官僚の捏造し放題ですね。国を動かすのは官僚っていうことになってしまいます。これ以上国会審議の妨害は許されないとか、いや、騒いで議事進行妨害してるのはおめえだろ。小西とパヨ党の練習でしょうね。本当に本当に頭悪いな。さらに小西、追及されてる、誰からもらったっていう疑問に対してですね、心ある官僚が内部通報してくれたと思う。なんて言っちゃっておりますけれども、思うってなんだよ、思うって。本当は知ってんだろ。その官僚の承認喚問を求める。内部通報じゃなくて、機密の漏洩。その官僚出せよ。全部本当の文章か。いえ、嘘なら小西は辞職しろ。心ある官僚、かっこ元総務省後輩。どうやって電話で話したことが文書化されてるのか説明しないと。永田メールや盛りかけ騒ぎから全く反省してないだろう。次は都合よく紙のメモが出てくると。パチンコ倒産ブログさんの解説なんですけれども、安倍総理、高市総務大臣の通話内容はあるのに、日時不明。電話の内容があるということは、平川参事官が総理か総務大臣のいずれかのそばで盗み聞きしたか、大臣に内容を教えてもらったか、盗聴したのか、どれか。高市さんはそんなではしてないって言ってるから、盗聴した一択。官僚が総理の電話を盗聴してたなんてことになったら大事件。なので総務省はこの文書の精査をせずに、うやむやのまま時が過ぎ去るのを待つ一択であると。メディアと立憲と共産と社民は森かけん時みたいに疑惑が深まったを何年もやるだろう。なるほどなるほど。鋭い解説だな。風化させたい総務省の冷や汗も知らずにですね、メディアが騒ぎ続け、総務省の漏らしたやつは今死ぬほど硬化してるかもしれないですね。空気読めない多重国籍の蓮舫さんも一丁紙してまいりました。当時総務大臣として省内の公文書管理責任者である高市さんがこの公文書の自身に関する4ページだけおかしいと言い、野党議員を理に立証せよというのには驚いた。何を驚いたんだ。まず自身が捏造だといった根拠を示してください。悪魔の証明やれとかバカなの、頭おかしいんじゃないの。まあ頭の悪いパイオはこれで騙せるだろう。内容が正確ならそもそもが盗聴で違法を、精査もさせない証拠をどう信用しろと。ないものをどうやって知るんですね、アホ。立証責任はあるって言った方がするんだぞ。相変わらず悪魔の証明を理解してないな。頑張れ小西、真実に負けるな。疑われても決して戸籍を見せない人がいたような。疑われてるのは高市さんではなくてですね、文書の中身が
怪しいっていうことなんだから、文章をですね、小西に漏らしたやつと作ったやつが疑われてるわけでして、本当にバカとしか言いようないですね。それに文書の内容はですね、安倍総理と高市総務大臣がテレビは変更報道してるよねって話し合ってたって内容なんだから一つも間違ってねえだろうが、 NHK スクランブルデモはスルーしてたった5人の国葬反対集会を報道するんだから変更してるっしょ明らかに、さらにですね、公文書管理責任者は当時の高市総務大臣、それはね、文書がその当時作られたもんだって証明しないとさ、今年に入ってからでも、先週でも先月でもなんとなく作られたもんかもしんないだろ。蓮舫本当にバカだな、高市さんにですね、じゃあ捏造と証明してみせるわ、総務省官僚を証人喚問って言われちゃったらどうすんだろうね。文書を風化させたい総務省はですね、蓮舫黙ってる、青筋立ててるんじゃないでしょうか。今頃相変わらず追及する側が証拠を用意することを理解しておらず、盛りかけ桜から全然進歩してなくて安心しました。お次はコラボ情報更新ですね。足立康脅迫議員が東京新聞に寄稿してました。自民党と年頃の団体はなぜ追及されない、コラボへの糾弾は気に入らない主張をする弱者を攻撃したいという狙いが透けて見える。よくわかんないですね。これで現地取られて訴えられないようになんかもわっとしてますけれども、なんてことをほざいておりました。もう完全にあっち側っすね。つうかですね、自分の書いた文を東京新聞に載せてもらえる時点で真っ黒です。私がですね、日本は超固体であるを東京新聞に載せてくれって頼んでも、拒否られるはず。こんだけムキになってコラボ擁護してったごみとですね、兄貴の NPO も真っ黒に見えてくるというものであります。野生の筆跡鑑定人によるコラボ活動報告書の分析、ニート無能は4人いる。4つの筆跡でニート無能と署名されている、それぞれの筆跡を否定する ABCD よって、まあ D は一番現れる回数が少ない、明らかに違う、ニート無能は名前の後にピリオドを打つ癖がある、こちらですね。何箇所か、まあちょっとちっちゃくて見えないかもしれないですけども、メール隊員の様にメール党員様にはメールでこの画像をお送りします。数字の後にもピリオド打つ癖がある。なんだのかんだの、箸休めみたいなもんでしょうか。新宿での領収書にも、まあ、経費として掲示をしたやつね、ピリオド多数、自分で領収書書いてないかあんたという疑いが出てまいりました。怪しい領収書を出したとすると、その店の名前書いてあるから、その店に確認すれば、いいですね。本当にこの人お金払いました、何月何日に、店の証言や記録は行政裁判の証拠になりますねと訴える行政裁判、2600万の事業に2713万かかった事象だから不正はないっていうのが、とコラボ弁護団と鳥羽小島の主張だったですね。これ2713万かっこ自称の経費は領収書偽造で作られたものと証明できればですね、連中の足場がガラ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 、これは面白くなってきましたね。それにしても野生の筆跡鑑定人恐ろしいですね。悪いことできねえな。ボランティア警察とでも呼びましょうか、ボケ、とでも、言いましょうかね。下に恐ろしきかは、下に恐ろしきはボケかなっていう世の中になってしまいましたね。どうでもいい話なんですけど、ガーシーさんにはやっぱり帰国せず、公開陳謝もできないです。陳謝動画を国会に提出してですね、これで勘弁して、お願いしたみたいですけど、参院は受け取りを拒否と、懲罰委員会で決定した処分を拒否した罪で、次は除名になる見込みだそうであります。ネットでは、やっぱりか、このヘタレが一番かっこ悪い選択と
という意見が大半でした。せっかく浜田議員がね、共産党禁止しましょう。国会で言ってくれて、言ってくれたのも、こいつとか立花のせいで、マイナス100点ってとこですかね。プラスマイナス、マイナス100点。マイナス1000点かもしれんねえな。というわけで、コラボ関係は、野生の調査員、野生の筆跡、筆跡鑑定人、ボランティア警察、大活躍だな。私も悪いこと言いませんね。日本改革党の政治団体の収支報告書は、ちゃんと公開してます。ちゃんとやってますんで、よかったら、見に行ってもらっても構いません。全然。後ろめたくありませんから、私のとこは。というわけで、メールマガジンのメール党員さん、大募集中であります。動画説明欄、もっと見るをクリックして、そちらからご登録ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。